はい、えー、マサトです。えー、おはようございます。こんばんは。え分間に択ですね。えー、まあ、イスラエル選挙、えー、なかなか、常年つかささんのニュースのチャンネル、えー、トラガーで見ていますけど、えー、どうしてこの、ハマスが、あこの、実行支配したかということは、えー、PLO のファタハですね、PLO 解放戦線かな、聞こうかな、この、ファタハのアラファタ議長が亡くなって、その後、選挙で、えー アッパス今アッパスを率いるピエロが選挙でハマスに、ま、負けたみたいです。それ以降ハマスがこの非常事態を,をしてずっとまあ、えー、権力、このまあ暴力ですね。えー、で握ってるみたいですね。えー、もう絶対、もうこ,のこんな状態は許せないですね。今度、えー、バイデン大統領がそれは、えーまあ天えー、イスラエルの地上を。まあ えー、155名なんか特定されてみたいで、えー、この30万人ぐらい動員してその、えーまあ、避難、えー、韓国を出して北部か南部に、まあ、60万ぐらいが移動したみたいでまたハマスはその移動も邪魔してますねまた、えー、ブレンケン国務長官が再度訪問して、えー、イスラエルのネタの首相と、まあ、人道支援で、えー えー、まあまあその,その人道支援でっていうことで、えー、一致してるみたいですねこの、えー、まあ個人的な意見ですけど、えー、このまあハマスは武装解除を解体して、えー、PLO があまあアメリカ大ベイ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 バイデン大統領も、うん、再占領は好ましくないというイスラエルのままああこの、まあえー、パレスチナの西岸の、うん 自治政府ですね。えー、ガザの前の、えー、ファタハの。 状態に戻して、えー、独立を承認して共在共存を図るべきですね、えー。そういうハマスみたいにこのイスラエルをまあだいぶトーンをダウンしたとうけど、えー、イスラエルのを認めないと言わなくてお互いイスラエルもこのパレスチナ認めてまたパレスチナもイスラエル認めて共栄ですね、えー。まあ旧約聖書にだいぶい昔になりますけど、えー、ソロモン大帝ではその周囲と仲良くして、えー、平和なんて聞かれましたですね。まあそういうこと。 思い出しますけど、現実は今、厳しいですね。なかなかこの特にハマス、武装解除をして、なかなか現実はこの天気、またそういうアメリカの要請等でまだ地上戦後が始まってませんけど、少しジョネさんのこのチェックですね、少し参考にします。ななかか、 プットインしてプワッとってできませんけど、えー、ジョニスカさんのアッパス議長が断言、えー、ハマスはパレスチナの代表ではない、えー、バイデン大統領は、えー、パレスチナ国家を樹立し,樹立しイスラエルと共存と語る、うん、イスラエルはこの話に乗るか乗らないかということで、えーあえー、これはアメリカの、えー、バイデン大統領が13日からそういう記者に対してこれは、えー、何バーグムかなその からのですね、私もこのいろいろ情報のそういう特に、ね、情熱司さ,さんの動画をチェックしての配注しての コマサトでした,マスートでした、えー、イスラエルにシャロームですね。えー、マサトの o u チューブチャンネル登録またコメント。いいねボタンとよろしくお願いします、えー。目が離せないイスラエル選挙ですね。マサトシタ、シャゲレスパョンブルズ、イスラエルにシャローム、シャローム、マサトでしたシたシャゲレスパョンブルズ、シャローム、シャローム、シャローム。